2016年の7つのゼロ、この公約はどこに行ったのか、国民の声ははっきりしています。裏金議員、政治と金の自民党、この自民党政治の延命に手を貸す小池都政をリセットしてほしい、その先頭に立つのが私の使命だと感じています。